どうも、コクラ TV です。今日は8月中にホームインツのひょなちゃんがソロでまたカムバックするということ で、それのねトレーラー映像がちょっとアップされたので、そちらをちょっとお話ししたいと思います。まあひょなちゃんといえばもう韓国でね、もうセクシーアイコンみたいな感じ で毎回毎回もうね、プロモーションビデオとかミュージックビデオがもうとりあえずセクシーすぎて、これ以上脱ぐ服はないんじゃないかというぐらいセクシーなのが多いんですけど、まあとうとう今回その映像がね少し流れたんですけど、そこではもう上半身何も着せない状態で手だけで押さえているようなひょなちゃんがアップされていました。はい、もうね衝撃的です。でもなんかやらしくないんですよね、ひょなちゃんって。すごくやっぱ鍛えてるっていうのもあるのか、とても外人っぽい感じでやらしくなくて、すごく可愛らしいかっこいい感じの女性像になっています。今回も外人の方とめっちゃね海外の方と絡んでいて、ですごいなんかおしゃれなちょっとこうパーティーっぽい感じで、ちょっとこう酔っ払っちゃったみたいな、そういう感じなんですけど、とても可愛らしい世界観で、曲もダンスもミュージックビデオもすごい楽しみだなっていう感じでした。はい、ちょっと画像を何枚かお見せしようと思うんですけど、それだけでもなんかこうイメージが湧くかなと思います。はい、なので皆さん要チェックです。ということで、ひょなちゃんのソロのカムバック、とってもセクシーな作品になっているみたいなので、皆さん楽しみにしましょう。じゃあね、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。